インド先生図において普遍的な理論とそれから進化している理論このねこれグッドクエスションだと思うんだよねこの普遍性とそれからまあだから変わるものと変わらないものこの2つのちゃんと軸を持ってみるというのはえと非常に重要かなと思いますよねでこれって皆さん知ってますこれ知ってますインド国旗にもこれ現れてるんですね不変的なものと この軸ですで進化するものっていうか変わるものこれがこの周辺ですで車輪っていうのは真ん中動かないわけ周りだけ動くこれはあのインド国旗にもなってますよねこれが普遍と、ね、変わるものと変わらないものですねで先水時においてもこれはあるんですよね これはまあインドでサナータナ・ダルマって言って、ね、永遠のダルマ永遠の真理これは真ん中です普遍的なもので、えー、永遠の真理といってなんかいわゆるそのドグマのように全く変わらないわけじゃなくて、えー、エッセンスは変わらないんだけどその現れ方立ち現れ方皆さんの目の前に立ち現れてくるものは変わるわけ、ね、だけどその本質は変わらない でこれ先生実にもあって何かというと古典などの古典などに書かれてあるものは変わらないだけどそれを現代のどう文脈,ど文脈においてどういうふうに解釈するかは国によって違うし時代によって違うし人によって違うどういうことかというとそれデーシュカール・パトラっていうんですねデーシュカール・パトラって言ってデーシュっていうのは国カーラっていうのは時代パトラっていうのは個人 だからあの一つのまあよく言うんだけどね一つのホロスコープ持ってきてでまあね離婚寸前であるとで夫婦仲非常に悪いとでアメリカだったら離婚だけどインドだったら離婚じゃなくて日本だったら別居で住むかもねみたいなそれは国によって同じホロスコープなんだけど出方が違うそれは変わるんですよねシチュエーションによって変わるとあと時代によっても変わるし でどういう家庭環境で育ったかによってもあの違ってくるみたいな例えばその親が公務員だったりするとですねいわゆる独立して事業家になるってことはあんまりあんまり多くないまあ今の時代はねみんな独立独立だけどひと時もあんまりないんだよねやっぱ商売人は商売人になるしっていうかあの公務員なんてつまんないみたいな感じです。 その辺のねそのどういう過程で育ったかっていうのはそれはパートナーにあたってねその人の生まれ育った環境によってもねホロスコープによホロスて同じホロスコープ似たようなホロスコープでも出方が違ってくるみたいなそういう部分ですねその辺は皆さん解釈なんですよだから普遍的なものがあってルールがあるんだけどそれどう解釈するかでその解釈はアートなので、ね アートってどういうことかって言って、皆さんのこれまでの人生経験がそこに投影されるわけですよね。皆さんのこれまでの経験値が投影されるわけで、だから得意不得意が出てくるわけでしょ。ねだからその法則通りに誰が読んでも同じ結果になるわけではないのね。えー、その解釈において皆さんの,その人生経験がそこに投影されるはずなんですよね。はい。で、知識だったり価値観が。 そのリーディングに反映されるわけですはいということですねまあそんなふうに思ってくださいでえっといわゆるリサーチと言われるものはこの現代の文脈に読み替える作業です古典に書かれてあるのはあくまでもヒントなんですねでそれをもとに、えー、じゃあ現代ではこれはどのように解釈できるんだろうか例えば後で後の事例でも出てきますけど12ハウス12室には外国 ほまあ、放浪とかね <laughs> 国,国と国をこう渡り歩くみたいのはあるんだけど非常にネガティブなその文脈でしか古典の中に書かれてないんだけど現代においては外国でビジネスをするとかね留学するとかねあるじゃないですか。で古典通りに読むと うんと12巣が絡むとやっぱりあの、まあ、下脱という症状があるけど出費それからね放浪とかね、えー、なんか惨めな生活を送るとかなんか非常に否定的な解釈しかないんだけど現代においてはむしろ、まあ、今最近変わってきたけどねあのいわゆるグローバル時代においては、ねえー、外国に行った方が成果成功する場合が多いのね特にインド人はえー、っとアメリカの,あの38%はインド人なんだってね だからインドで医学部に入って医者になるとみんなアメリカに行きたがるとイギリスにも行きたがるとアメリカの38%はインド人でイギリスは20%かなでみんな外国に行っちゃうんですよねだから頭脳流出という問題があるんですけどもなぜかというと外国に行った方が儲かるからですねだから十二室が持っている意味合いっていうのは昔はあの、ね、12室外国に行ったやつってのはろくなやつじゃないと。 だからネルはね17歳でイギリスに行ってオックスフォードでオックスフォード大学出た後とロンドンの大学ロンドンのカレッジでロースクールを出てバリスタ法律家になって帰ってきたんだけどえっ、ー、と最初あロ違うネルのお父さんだネルのお父さんもそうだ留学して帰ってきたんだけど 2週間村に入れてもらえなかったそうですね。そう2週間木の下で急いでからじゃないと村に入れなかったと。伝統的には12室でそういう非常に否定的な意味合いがあったんだけど、現代ではむしろね、外国に行った方が、特にインドの場合は外国に行った方が成功すると。そういうふうになってくるわけね。その辺のね、解釈の変化っていうのはこれです。進化というか変更ですね、アップデートしないといけないということですね。はい。 で点まあこの例、このホロスコープなんですけども、これもね、12室を支配する土星。水が水は5室、12室を支配する土星が12室に。あ、すみません。これは5室を支配する土星が12室になこれ、512の関係っていうんですよね。あと、12室を支配する水星が5室にアスペクトしている。これも512。512の関係性が大変強いと。この人は、 ね、5室興味12室外国で外国の文物にまあ普通はもともとは外国っていうのはブリハッタパーラシャアローラシャアストラっていう古典に見ると出費とか浪費とか家脱とかこんなことしか書いてないんだけどこの人は、ね、放浪っていうところから外国っていうのがあ導き出されてこの人は外国の,外国の文物に関する本をたくさん書いてるんですよ。 たくさん書いててでまあえー、っとまあ大成功してますねまあ皆さん知っている人かもしれないですけど一応名前は伏,伏せておきますけどもはいだこんな感じですね普遍的な論理と理論と進化している理論まあこの場合は12種ですねはいよろしいでしょうか